ベルリンフィル定期演奏会です。今日お届けするのは1992年10月に行われたクラウディオ・アバド指揮の定期演奏会です。曲はロッシーニ作曲のオペラ「ダンスへの旅」。コンサートオーケストラであるベルリンフィルはカラヤン時代にも本拠地フィルハーモニーホールで演奏会形式によるオペラを何度か演奏してきました。しかし今回のランスへの旅はステージ演出を凝らしたもので、新音楽監督アバドならではの特別なコンサートといえます。ランスへの旅はオペラセビリアの理髪師で有名なイタリア出身の作曲家ロッシーニが1825年に行われたフランス国王シャルル10世の戴冠式のために作曲したものです。このオペラは初演時にたった4回上演されただけで、その後長い間スコアが失われていましたが、1984年アバドの指揮でよみがえり、今回ベルリンフィルでも演奏されることになりました。舞台はフランスの温泉地プロンビエールにあるホテル黄金の百合亭。翌日はランスでシャルル10世の戴冠式が行われるということで、それに列席しようとヨーロッパ各地から上流階級の一団が集まっています。コルテーゼ夫人はパリに旅行中の夫に代わり黄金の百合亭を切り盛りしています。ドン・プルデンツィオは黄金の百合亭の専属医師で、どちらかというとヤブ医者。フランス人フォルヴィルの伯爵夫人は絶えず最新流行のファッションを追い求めています。一行の会計係を務めるトロンボノクの男爵、ドイツの陸軍少佐で熱烈な音楽愛好家。ドン・プロフォンドは学者で熱狂的な骨董品マニア。一行がランスへ向かう馬車を待っている間、ポーランド出身の未亡人メリベーヤ公爵夫人をめぐって、彼女に思いを寄せるロシアの将軍リーベンスコフの伯爵とスペインの提督ドン・アルバロがいさかいを始めます。女流即興詩人のコリンナが同胞愛を呼びかけるアリアを歌い、その場は収まります。このコリンナに密かな思いを寄せるのがイギリス軍人のシドニー卿、さらにコリンナを口説く女たらしのフランス士官騎士ベルフィオール。一行は無事ランスへ旅立つことができるのでしょうか。1992-93年のベルリンフィル定期演奏会のハイライトの一つ、クラウディオ・アバド指揮によるロッシーニ作曲ランスへの旅です。